コツです。今回はキラキラなゴールドテキストを作っていきたいと思います。早速スタート。まずは新規コンポジションを作成します。名前をゴールドテキストにします。ここにテキストを打っていきます。英語でゴールドと打っていきます。できたら分かりやすく大きくしていきます。はい、整列で真ん中にしておきます。フォントはこんな感じです。エレガントなフォントでいきたいと思います。ここにエフェクトを適用していきます。エフェクトのグラデーション、これを入れていきます。続いてエフェクトのベベルアルファを適用していきます。パラメーターを調整します。エッジの太さをお好みで調整していきます。分かりやすいように太くしていきます。はい、少し輪郭が出てきました。次にエフェクトの色かぶり補正を適用します。パラメーターで色を調整していきます。まずはブラックをマップ、こちらの方は暗い黄色にしていきます。はい、続いてホワイトをマップ、こちらは明るい黄色にしていきます。はい、こんな感じです。そしたら次にエフェクトのトーンカーブを適用していきます。パラメータを調整していきます。トーンカーブの右上の明るい領域を明るく、右下の暗い領域を暗く調整してコントラストを上げていきます。ここも好みで調整していきます。はい、もう少し色を変えていきましょう。明るい黄色はもう少し明るくして、暗い黄色はもう少し暗くしていきます。ここはお好みで調整していきましょう。はい、だんだんエレガントなゴールドに近づいてきました。トーンカーブも調整していきます。エッジの太さももう少し太くしていきます。はい、こんな感じで調整が終わりました。そしたらこのレイヤーを複製します。名前をゴールドのグローにします。下に持っていきます。そしてここにエフェクトのグローを適用します。パラメーターを調整していきます。色位置、半径、強度を上げていきます。テキストの周りがふわっと光るような効果を加えていきます。今回の数値は今出ているような感じでいきたいと思います。はい、調整が終わりました。そしたらライトの角度にエクスプレッションを適用して
次のコードを入力します。はい、するとテキストの輪郭の部分が光るような動きになります。最後に薄い模様が入った黒色の背景を加えていきます。これで完成です。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録お願いします。